ポリプロピレングリコール、またはポリプロピレンオキシドとは、プロピレングリコールの重合体で、化学物質としては、ポリエーテルの一種である。ポリプロピレングリコールは中分子量範囲の重合体に用い、ポリプロピレンオキシドは高分子重合体に用いる、用語である。末端は、ヒドルキシ元のままであるが、PPG はまだ物性に反映しているが、 ポリプロピレンオキシドでは物性に現れない。原料であるプロピレンオキシドは2003年には年間6.606トン生産され、そのうち60%が15体生産原料にされている。2008年度日本国内生産量は30万7602トン、消費量は4万8557トンである。ポリプロピレングリコールはプロピレンオキシドを アニオン開管重合反応して得られる。重合開始剤はアルコールと触媒量の塩基である。通常、塩基には水酸化カリウムがアルコールにはエチレングリコールが用いられる。この組み合わせでは、重合体は直線状になるが多感能元のグリセリンを重合開始剤に用いると分子状の重合体になる。通常のプロピレンオキシドの重合反応では、 アタクティック重合体が得られる。イソタクティックポリプロピレンオキシドは、高角活性を示すが、製造コストは高い。近年、サレンコバルト触媒を使うと、羅セみたいのイソタクティック重合体が得られるという、研究報告がなされている。ポリプロピレングリコールの性質のほとんどは、ポリエチレングリコールの性質と共通である。重合体は、室温では液体であり、水溶性は、 分子量が増えると急速に減少する。ポリプロピレングリコールのセックヒドロキシル元は、絵のヒドロキシルに比べて反応性に劣る。ありがとうございます。